ヌメロ東京特装版通常版では見られない秘密の内容平野賞、神宮寺優太岸優太が語る衝撃の愛とはヌメロ東京7月号特装版の発売が5月28日に発表された時多くのファッション愛好者やアイドルファンの心が躍りましたこの号の特装版では平野賞、神宮寺優太岸優太の3人が表紙を飾り豪華な内容が詰め込まれています 特にシェアリングラブナンバーアンダーライン II について語るときという特集はファッション撮影やインタビューを含む全20ページの充実した内容で通常版には掲載されていない追加の4ページが収録されていますこの号は特装版というだけあって通常版よりもページ数が多くファンならぜひとも手に入れたい一冊ですアマゾンでこの特装版がまだ購入可能という情報は 多くのファンにとって朗報でしたなぜなら、この特装版はすぐに売り切れてしまう可能性が高いためです。表紙を飾る3人は、いずれも若い世代に絶大な人気を誇るアイドルであり、彼らが表紙を飾る雑誌はコレクターズアイテムとしての価値も高まります。さらに、この特装版の価格は980円という手ごろな価格設定であり、多くの人々が手に取りやすいという点も魅力の一つです。 ヌメロ東京7月号特装版の内容は多岐にわたります。特集記事シェアリングラブナンバーアンダーラインアイアイについて語るときでは、平野翔、神宮寺雄太、岸雄太がそれぞれの視点から愛について語ります。彼らのインタビューは、彼ら自身の内面に迫るものであり、ファンにとっては新たな一面を知る貴重な機会となります。また、ファッション撮影では、 最新のトレンドを取り入れたスタイリングが施され彼らの魅力が最大限に引き出されていますファッションにおいてもデニムトレンドが大きく取り上げられていますチェックすべき最新デニムトレンドやデニムに吹く新しい風アートが映すデニムの本質といった記事はデニムが持つ可能性や魅力を再発見させてくれますデニムは時代を超えて愛され続ける素材であり その普遍的な魅力が再評価されています特にデニムがどのようにアートと結びつきファッションに新しい風を吹き込んでいるのかという視点は非常に興味深いものですさらにリミックスで遊ぶ桃のパリスタイルや岸本よしこのモード7分の24シャネルがたどった英国との奇跡といったファッション記事も充実していますこれらの記事はそれぞれ異なる視点からファッションを探求し 読者に新ししいインンスピレーションを提供します例えば「桃のパリスタイルは」は伝統と現代が融合した独特のスタイルを紹介しておりファッションの多様性を感じさせてくれますまた岸本よしこのモード7分の24では日常の中でのファッションの楽しみ方を提案し読者にとって実践的なヒントを提供していますシャネルと英国との関係についての記事も 歴史的な視点からブランドの進化を捉え興味深い内容となっていますヌメロ東京七月号特装版はファッションとアートが交差する場所としての魅力を存分に伝えてくれます雑誌の寸法は 1x23.2x29.7cm と大きめのサイズであり未来のあるビジュアルが楽しめます全176ページにわたる内容はどのページを開いても新しい発見があり 読者を飽きさせませまんこの雑誌はただ読むだけでなく眺めるだけでも楽しめる一冊となっています今回の特装版の発売によってファッションとアートの新しいトレンドが提示されるとともにアイドルたちの新しい一面が引き出されていますこのような特装版はファンにとってもファッション愛好者にとっても非常に貴重な存在です特に平野賞神宮寺勇太 岸優太の三人が表紙を飾ることで、彼らの魅力が最大限に引き出され、読者にとって特別な体験となります。ヌメロ東京七月号特装版の成功は、ファッション業界や出版業界においても注目されています。この特装版の販売状況や読者の反応は、今後のトレンドを予測する上で重要な指標となるでしょう。また、この特装版を通じて、 新しいファッションやアートの潮流が生まれることが期待されていますこのような特装版が定期的に発行されることで読者は常に新しい情報やインスピレーションを得ることができます特にファッションやアートに関心がある人々にとってこうした特装版は欠かせない存在ですまたアイドルファンにとっても彼らの新しい一面を知る貴重な機会となります結論として ヌメロ東京七月号特装版はファッションとアートの魅力を存分に伝える一冊ですこの雑誌を通じて新しいトレンドやインスピレーションを得ることができるでしょう今後もこうした特装版が発行されることを期待しつつファッションやアートの世界を楽しんでいきたいと思いますこの特装版を手に入れることであなたも新しい発見や感動を体験してみてください ファッションとアートの交差点で、新たなインスピレーションを得る旅に出かけましょう。ヌメロ東京7月号特装版は、私たちにファッションとアートの新たな可能性を提示するだけでなく、現代社会における文化の多様性とその融合を感じさせてくれます。この特装版が発売された背景には、ファッションやアートがただのトレンドやスタイルとしてではなく、人々のライフスタイルや価値観を反映し、 影響を与ええるる存存在在であるという考え方が存在します平野紫、神宮寺勇太、岸優太という3人のアイドルが表紙を飾ることによって、彼らがどのようにして現代の若者文化に影響を与え、その象徴となっているのかが浮き彫りになります。彼らのインタビューや撮影を通じて、ファンは彼らのパーソナリティや価値観をより深く理解することができ、 単なる外見やパフォーマンス以上の魅力を感じ取ることができます。また、シェアリングラブ、ナンバーアンダーラインアイアイについて語るときという特集は、愛という普遍的なテーマを通じて、彼らの人間性に迫る内容となっています。愛は、ファッションやアートにおいても重要なテーマであり、私たちの生活の中で欠かせない要素です。この特集を通じて、 読者は愛についての新たな視点を得ることができ、日常生活における愛の形やその表現方法について考えさせられますファッションにおいてもデニムトレンドの特集が特に注目されていますデニムはどの時代においても愛され続ける素材でありその普遍的な魅力が再評価されていますチェックすべき最新デニムトレンドやデニムに吹く新しい風アートが映すデニムの本質といった記事は デニムの多様性と可能性を示し新たなスタイリングやコーディネートのアイデアを提供していますデニムがアートとどのように結びつきファッションに新しい風を吹き込んでいるのかという視点は読者にとって非常に興味深いものです特にリミックスで遊ぶ桃のパリスタイルや岸本よし子のモード7分の24シャネルがたどった英国との奇跡といったファッション記事はそれぞれ異なる視点からファッションを探求し 新ししいいインンスピレーションを提供しています。桃のパリスタイルは伝統と現代が融合した独特のスタイルを紹介しておりファッションの多様性と創造性を感じさせてくれます岸本よしこの「モード7分の24」では日常の中でのファッションの楽しみ方を提案し読者にとって実践的なヒントを提供していますシャネルと英国との関係についての記事も歴史的な視点からブランドの進化を捉え 興味深いい内容となっていますこの特捜版を通じて私たちはファッションやアートがどのようにして時代ととも。